だから。土曜日だからかな。いや、パソコンの方だと思うんだよね。うん、多分。あ、もう始まってる感じかな。今始めた。ドツ、ハチさんはドツ。リさんはドツ。こんばんは。お姉さんこんばんは、こんばんは。のりこです、こんばんは。わこなんたんさっき来ました。はい、かみぞです。わださんのどこに掘れましたか。そうですね、顔かな。サワディーカップってなんだろう。サワディーカップはタイ語のこんにちはだ。あ、こんにちは。サワディーカップ。サワディーカップ、サワディーカップがこんにちはで、ホップンカップがありがとうで、全然ティーダイのジャックが始めます。あ、マキヨコさんに似てるって。誰に。マキヨコ。マキヨコ、うん、ありがとうございます。誰マキヨコって。え、マキヨコ、マキヨコか。はいはいはい、ハツだ。うん、大ハツいらっしゃい。オフ会楽しかったよ。うん、あ、マキヨコ、はい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 、似てるかもね。ああ、言われてみたら、うん、確かに最後できるよ。ヌンソンサンシーハホクチェペカオシップ。何この美人。俺の女。はい、47歳です。ワドはもっと放送人気出ると思う。なんて答えだ。どんどん人気出ると思いますよ。ぬるぬるの秘密って何。要はノンタンの手こきはなんかすごいっていう話をしてて、で手こきが終わった後に手をつないだらぬるぬるしてたから、手のひらから何かが出てるっていう話。手のひらから何か出してるあいつはっていう話をした。魔法ですね。魔法使いだもんね。彼女魅力あるでしょ。ブルテリアにそっくりって何。何ブルテリアって。あ、なんかなんだろう、目が。あ、でもブルテリアって目が離れてなかったっけ。そうなんだろうね。彼女綺麗でしょ。うん、46ぐらいしか見えない。今日ニコ生は重てえな。鈴木さんの。のりこさんと読み将軍の関係は。あ、読み将軍のリスナーですね。最近見てるのかね。見てるの。最近見てないな。休みとかでそうなの。闇市ちょっとやっぱニコ生が好きなんでね。闇市はやっぱねニコ生でやってくれないと面白くない。フェラはうまいとか人じゃなくて。あ、言ってたね、それね。愛情です。うん、そう、テクニックじゃない、愛が、愛だって言ってた。そう、ヒカルさんも応援しますよ。本田厚化粧見たことないとか。いや、厚化粧に見えるだけ、うん、お子さんはいません。のんたんが朝メール送った相手とは結局どうなった、どうなったんですかね。なんか関わりを持ちたくないって言ってた割にはコメントしてましたけどね。
できないですよ。高光よりメンタル強そう。味の好みは同じかな。そうだろう、うん、ご飯は、まあ、作れますけど普通の一般的な家庭料理ぐらいです。リスト買ったりき、まあザックザクですね。ちょっと見せられない、バンになっちゃうんで。いや、あれでしょ、え、あれだよ、血が移ったらバンになるでしょ。傷跡だったらならないよね。要はもう昔の跡だったらならなくない。まあ昔の跡、まあ、うん、そうかな、うん、まあこれはあんまり見せるもんじゃないんで、うん、見せないですね。俺が口で説明し、うん、あのね、リストカットっていうレベルじゃなくて、こっからここまで全部線。まあ、しましま。しましま。あのね、うん、リストカットっていうレベルじゃなくて、こっからここまで全部線でケロイド。うん、その後に。俺今まで見たリストカットってこんなすげえの見たことないよ。リストの後に焼いてるから。アルコールかけて燃やしてみた。だからケロイドになってんの？そう。いや、なんか治るかなと思って、あと消えるかなと思ったんだけど。なんか、え、何、自分でアルコールかけて火つけたの？そう。M C エテ？いや、結構すごいよ。結構すごいよ。うん、焼肉かよとか。いや、治ってないね、正確に。あ、治してる治してる、自分で。治ってない。いやいやいや、あの、ちょっとずつ縫ってんの。え、どういうこと？アマゾンで縫合セット売ってるから。え、どういうこと？縫合セット売ってるんで。自分で皮切って引っ張って縫ってるってこと？そう。え、だからその大きい傷がなんか引っ張ったみたいなのがあるけど。あ、そうそうそう。それ無理だよ。いやいやいや、これは色素、最初色素が残るから。自分で手術してんの？そうそう、自分で。お前ブラックジャックじゃねえんだからよ。それやめな。いやいや、大丈夫大丈夫。問題ない問題ない。いやいや、問題あるから。だって裏面全部もうダメなんだから、それ引っ張っても無理だよ。え、だから皮膚なんかそうなってんの？あ、絆創膏ね。お。ちょっとずつ謎が解けたわ。なんか手おかしいなとは前から思ってたんだけど。うん、あ、やけどの跡だったんだそれ。やけどと、うん、まあその、うん、まあちょっとずつ、直してる。うん、ガチのガチ。ちょっと見せらんない。おい、てるてる坊主いらっしゃい。いや、あんまり多分映んないと思う。うん、うん、あの、自分で直すのはやめた方がいいと思うよ。うん、見せてあげれば自分で OK なの。いや、でも絆創膏とか貼ってるから多分見えないと思う。ほら、貼ってます。裏返し。いや、裏っていうかここだから。あ、そこ、ここだから、うん、あ、伝わるかな、カメラが難しい。見えづらいよ。そう、もう白くなってるから、うんうん、分かるかな。ちょっと伝わりづらいよね、うんうん、発想が怖い、うん、電気つけてるつけてる、うん、伝わりづらいけどなかなかすごいよ。いや、
多分画質の問題だね。やめた方がいいよそれ。なんで？自分で皮ひっぺがして縫ってるんでしょ。メスで切って。その縫合する。自分でやってんの。そう。麻酔は？麻酔あるよ。俺痛いの苦手だから、そういう話、金玉がヒュンってなる。あ、ヒュン。ゾワっていう。窓をバラバラにされるぞお前。今すぐ別れろ。うん、ラブラブですよ。はい。古谷実の漫画みたいになってきた。確かに。確かになんか古谷実ワールドだよね。俺が古谷実っぽい人好きだからな。浅井さんとかロハコさんとか。あ、キャラでは負けてるよ全然。うん、元看護師？いや看護師じゃなくて、普通に YouTube とかで縫合の画像、外科結びとかやってるから、それなんか練習して、あ、これいけるわと思って練習して。あ、どうして体で、あ、子供できない体になったのか。あ、もともとなんか子宮筋腫っていうのがあって、でそれがちょっと大きくなりすぎて、ちょっと腸閉塞になりかけて、でこれはちょっとっていう感じで、何なんだろう。で手術して、なんだろうな、子宮を取りました。親はメンヘラじゃないです。親はかなり賢いです。和道が寝てるとき包丁で刺そうと思ったことは何回ありますか。いや、なんかそういうのあんまり人に攻撃性はなくて、自分に対してっていうのはどっちかっていうとあるかな。だって浮気したら俺を刺すんじゃなくてその女を刺すって言ってたもんね。いくつなの。ちょっとさえいらっしゃい。ご提案ありがとうございます。なんだろう、お様、47です。臭いと思ったこと、和道の腕は臭いと思ったことはない。臭いと思ったことはないですね。浮気した相手より和道を刺してよ。BGM がなかったら事故。うん、あ、本当に刺すタイプという。でも古い跡だよね。新しい跡ないよね。新しい跡はない。古傷だよねこれ。だいぶ学生の時にちょっとまあ病んじゃって、でそれでちょっと切っちゃったっていう感じ。切っちゃったって、それみじん、なんかすごいみじん切りみたいになってんだけど。みじん切りになっちゃった。100回ぐらいあるでしょ、ぶっちゃけ。線の数。100本じゃ効かないよね、多分。っていうか、もう線の上に線が重なってても、なんか、そういう感じ。むしろ、その、ケロイドになってないところがないみたいな状態なんです。浮気したら和道のチンコ切りますかって。いや、だから人に対しての攻撃性は特にない。カートコバーンみたいな。カートコバーンの分かんない。カートコバーンってあの90年代最高のアーティストで、ニルバーナのボーカルなんだ。すげえな。
15分で200個目稼ぐのかよ。もう嫌になるわ。知らない間に窓を改造しつつしてそう。男はね、血が苦手なんだよね。男はリスカしないと思うよ。首吊るんだと思う。要は合理性だから、なんだろう、血を見る安心感とかってあるじゃん、女の人って。男はそうじゃなくて、死にたいと思ったら本当に死ぬ手段選ぶから、多分飛び降りるか、電車に、まあ、ビルから飛び降りたりとか、多分首吊ったりするからだと思うよ。要は痛いだけなんで嫌なんだよ。境界線ではないと思うけど、ちょっとそういう診断をしたことないんで分かんないです、うん、千葉の人は突然カミソリだろうね。カミソリかな。え、腕をカミソリできるっていうこと、うん、あ、普通にカッター、お願いだからもうやらないでね、うん、それ約束だからね、うんうん、指怪我しただけであんだけ大騒ぎするんだから、腕なんかいかれたらもう俺ほんと失神するよ。絶対ダメだよそれ、もうほんと約束ね、うんうん、のありかダメだって。あ、のダメ、ダメダメダメ、そのままでいいからもう。いやでしょ、バドツーって言ってなんか自分のこうやってギーってやってたらあ、ちょっと待っててっつってビッつってピシッってやる、こうやってやってたら、整理ないですね、うん、指どうなった。あ、指も大丈夫、治りました。あ、よかったよかった。本当だ、綺麗にくっついた、よかった、うんうん、いやー刃物は怖い、うん、切りたいなら切ればいいじゃんってよかった。もう抜歯はしたの。抜歯、抜歯、うん、どれ、これ、指、指、あ、指、あ、指は自分で抜歯したよあ、千葉の人、さよなら、あ、さよなら、ないならって言ってる、さよならじゃないでしょ。あ、さ、あ、生理ないとか最高だねって言うんですか。あ、生理、そうですね、まあ楽ですね。パイパンですか、パイパンかな、いやいや、自分で抜歯したってやつ。ああ、自分で抜歯。おお。やべえな。さよならしないで。のりこの威力。子供欲しくないの。まあ子供、まあ。できないから。でもできないかな。うん。戦後のやつは自分で塗ってたり、応急処置はホチキスがいいらしいよ。意外とそのもう本当にダメな時、病院とかの機能停止してる時はホチキスは結構有効なんだって、止血に。だからあんまりそんな放置じゃダメなんだけど、止血っていう意味でパチンパチンパチン止めて病院行くのありなんだって。ややパイパンっていうか、あんまりなんか毛が生えない体質で、で脇とかもなんか生えなくて、たまに1本とかちょろっとが生えたりとか。あ、っていうかもう僕が説明した方が早いよね。完全なパイパンですね。あ、そうかん、っていうかなんかわかんないけど全く毛が生えないんだよ、うん、だから脇毛とか陰毛とかそういうのが生えてない。 M 様とのこと教えてほしい。 いや、 M 様は別にちょっと仲良しっていうことぐらいですね。アロアルファは結構いいですよ、うん。あ、別にノンタンと付き合ってすごいいいよ、うん、理想の人だね。入院歴はその何だろう、あの子宮筋腫を摘出した時に入院したぐらいです。あ、アロンアルファでもいいんだ。へえ、初めて知った、アロンアルファで止めるっていうのは。あ、ぴったりだと思うよ本当に。あ、この人すごいいいなと思った本当に、うん。
理想の人ですね、はい、マジで見せて、ファイパー見せれるわけねえだろバカ、うん、ワードグッドラック、ワード以外でわーやってないです、あんま外出ないんで、うん、あんま隠さないよねそういうこと、うん、やったらやったって言うと思うよ、うん、他の人とはやってないですね、まあやったことある人は名乗り出てください、どうぞ、あいおいって誰、あいおいって人がわからない、うん、エン様とも全然そういう関係ではないです、うん、あそうだね、漫画喫茶っぽいかもね確かに、うん、俺漫喫好きだから、うん、配信部は漫喫のフラットシートみたいにしたいと思ってたから近いかも、うん、元ユイガの彼女とか、ちょっとたまたまね、なんか名前が一緒だっただけですね。あ、ノンタンって言うらしいよね、うんうん。まだ付き合ってるんじゃないんですか、ね。まだ付き合ってるでしょ、うん、ノンタンと。よ、う、く、ん、話題に出てたもん、この前。うんうん、なんかすごいね、コメント走るね、うん、結婚はしたいっていうか、結婚は特に考えたことはないです、あ、次ジャイコ、あ、多分あジャイコ自分かな、なんかジャイコって絵描いたりするから、ああのベレー帽かぶって、ね、ノンタンが在庫かも、うん、店は金あったらやるよ、うん、余裕出てきたらやる、罰ないです、まだ結婚したことないです、記者会見みたいな中がちょっとね、はい、子供はいないです、目で隠したカオリンみたい、うん、カオリンって誰、カオリンはあの中鮫島くんの元彼女、わかんない見たことない、ペッタンペッタン、うん、童貞は好きですか、童貞って言われても、でも分かんないからね、え、でも童貞って分かるよ、あ、そうなんだ、匂いがするよ、闇将軍とか、うん、え、NG 入ってないよ、入ってない入ってない、うん、今日泊まってくんでしょ、お泊まりします、闇将軍童貞でしょ絶対、あれ女できねえだろ、闇っちで言うどうなんだろうね、うん、童貞だと思うよ、ドーパミンが足りてない、女来てる女来てる、いらっしゃい、11センチって呼ぶのやめてくんない、 11.2 センチです、ドーパミンってどんなの、ドーパミンは、快楽物質なんだ、あ、
和田ちゃん家まで何時だ、車です。なんで買うことあんなに仲悪い。いや、わかんない、一方的だから。もう3回謝ったけど許してくれないんで、もうそれはもう、まあ、あとは、まあ、なんだろうね、かーこさん、なんか関わらないって言った割には配信でなんか言ってきたりしてるんで、まあ、矛盾があってちょっと変だなとは思ってるけど、まあ別に気にしてないです。フリーサイズってなんだ、さ、スリーサイズで、これそうですよ、バスト、ウエスト、ヒップ。バストは分かんないな、分かったことない。 Wi-Fi じゃないよ、光だよ、光回線だよ。どれだろう、結構ラグってるよね。80ぐらい、80ちょいの58の80ちょいぐらいかな。なんか今日ラグすごいんだよね。ほんとだ、すごい、今3サイズの話してるもん、うん、ラグすごいね。なんだろうな、手挙げて、手挙げてください。1、2、3、4、5、6秒ラグだからちょっと改善したと思う、これで。うん、ありがとう。6秒ラグだね、うん、なんだろうな、俺のパソコンかな、多分ね、ニコ生のサーバーの方だと思うんだよね。4500番組、今日多いね、今日多いんだ、うん、今日多いね、今の土曜日だからね、止まってる。ポタポタ、和道の好きなとこ教えて。顔です。顔好きなの、うん、かっこいい、かっこいい、あ、そう、カクカク、うん、なんだろうな、一回再起動するわ、これ終わったら、うん、一回再起動します。おー、すげえ、分身の直さなくていいよ。次役行くけど再起動する。少々お待ちください。はいよ。鬼やっこ。鬼やっこ。椿鬼やっこ。ああ。ちょっと鬼やっこ面白いな。いや、なんだかみゆき、鳥居みゆきだっけ、うん、とか似てるって言われた。似てない、鳥居みゆきは。牧陽子はちょっとわかると思ったけど、うんうん、